今日はペットで飼っているマルモットのポテトにマルモットのパフェを作ってあげたいと思います。ポテトが実際に食べるのはチモシーを小さく刻んだものとモルモットフードとブロッコリーの葉っぱと白菜と人参です。では作っていきたいと思います。まず切ったブロッコリーの葉を並べていきます。大きかったらまたちぎります。大きいブロッコリーの葉を一番下に引きます。その上に人参を入れていきます。真ん中にほうれん草を入れます。その上にまたブロッコリーの葉っぱをかぶせます。ブロッコリーの葉っぱの芯も一緒にのっけていきます。ブロッコリーの葉っぱの芯を一本だけ真ん中に置きます。そこに半分だけ人参を入れます。次にフードを入れます。次に木槽を切ったものを入れていきます。次に木槽の葉っぱを入れていきます。ちなみにさっき入れた木槽は花の方です。
完成です。今からモルモットのポテトを連れてきたいと思います。ポテトを連れてきました。今からポテトに食べさせます。モルモットは比較的に草を食べるので木草を入れています。ポテトくんは全部食べれるかな。なんでさっき固まったんだろうな。おーい、また固まってダメだよ。今日はペットでモルモットにパフェを作りました。でもモルモットさんはだいぶ前に取った ハニーくんのように、頬袋にというかモルモットはほっぺたに頬袋がないんで貯めることはできません。可愛かったらチャンネル登録お願いします。